皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。中学2年生の理科テストに出やすい問題シリーズ、今回はオームの法則を使う計算練習をやっていきます。ここに図1、図2、2つの回路が書いてあります。図1は直列回路で、電源からここに電流計があって 0.3 アンペアを示しています。そして R の2、R の1を通って電源に戻るんですけれど、その下に電圧計がついていて、それぞれ R の1が 5.4V、 R の2が 3.6V を示しています。こちらは並列回路、電源電圧 12V で、で分かれる前に 1.25A、 そして分かれて R の4に行く方が 0.75A、 そしてもう片方に R の3を通って、 R の3を通って、ここでまた一つになって電源に戻る、こんな風になっていますね。1、図1で R1 と R2 の抵抗の大きさを求めなさいと、こういう問題です。これオームの法則を使って計算するとき、小学校のとき道のり速さを時間、道のり速さ時間を求める、こんな図形を書いた覚えがありませんか？オームの法則でもこの図形を使って計算しちゃいましょう。オームの法則というのは、抵抗にかかる電圧と電流は比例するというものですけれど、計算では言葉で言っても意味が分かりづらいですよね。ですからこの図形で覚えちゃいましょう。上に V、 下に I と R を書きます。 V というのは電圧のことです。 I は電流です。電流の単位はアンペアですから、ここにアンペアと書いておきます。 R というのは抵抗の大きさです。抵抗の単位はオームなので、ここにオームとこう書いておきます。そうすると、電圧 V を求めたかったら V を隠すと、そうするとアンペアとオームをかければいいってことがすぐ分かりますよね。同じように電流を求めたかったら I を隠します。そしたら V と R が残っていて、単位もオームって書いてあるので、ボルト割るオームって分かるでしょ。同じように抵抗を求めたかったらボルト割るアンペアをすればいい、ね、こうすぐに計算方法分かっちゃうので、ぜひこれを覚えちゃって使えるようにしてください。1では R1 と R2、 この抵抗の大きさを求めるんですけれど、これ直列回路なので、この 0.3 アンペアという電流は R2 を通るときも 0.3 アンペア、 R1 も 0.3 アンペアの電流が流れているということですよね。抵抗は R を隠しますね、V と I が残る、ボルト割るアンペアという計算すればいい、分かっちゃうでしょ。R の1いきましょう。電圧 5.4V、 電流 0.3 アンペアですから、 5.4÷0.3、 これを計算すると18なので、この R の1は18オームということになります。R の2も同じように計算します。ボルト割るアンペアですから 3.6÷0.3 イコール12で、12オームと、このように計算できちゃうんですね。便利でしょ。これ覚えてくださいね。2、図1の電源の電圧を求めようと、ここでは電源の電圧直列回路なので、各抵抗の電圧を足し算すればできます。5.4V と 3.6V なので、5.4+3.6 は 9.0 と、こうなって答えは 9.0V と、こう書いてあります。ここでは数字はね、小数第1位まで書いてあるので、答えの部分も小数第1位まで書いておきました。3番です。図2で、こちらですね、A 点を流れる電流の大きさを求めようと、こういう問題です。分かれる前は 1.25A がここ流れてますよね。そしてここで分かれるんですけど、これ R の4の方に 0.75A 行ったと、ということは残りが A 点の方に行くはずですよね。残りということは引き算すればいいということです。
で 1.25 から 0.75 を引き算すると、ね、1.25-0.75 これを計算すると 0.50。 これも小数第2まで数字書いてあるので小数第2の0を残しておいて 0.50A。 これが答えになります。4番です。図2で電源の電圧が 12V の時 R3 と R4 の抵抗の大きさを求めようと、ね、R 抵抗の大きさをここ隠すとボルトと I アンペアが残りますよね。縦の関係ですからボルト割るアンペア、こういう計算をすればいいだ、ね、いいんだってすぐ分かっちゃうんで、その計算をしましょう。これ並列回路ですから並列に並んでいる部分の電圧って全て等しいんですよね。電源の電圧と、抵抗 R3 と R4 のこの3つ並列に並んでいますから、どれも 12V の電圧がかかっているということです。 R の3も 12V、 R の4も 12V ですよね。ですから R の3、ね、ここ 0.50A 流れていましたから 12÷0.50 計算すると24なので R の3は24オームと、こういうことになります。 R の4電圧 12V、 0.75A 流れているのでボルト割るアンペア、12÷0.75、 これを計算すると、16で16オームと、 R の4は16オームということが分かりました。5番です。図2で回路全体の抵抗を求めようと、こういう問題ですね。前回の時この並列の回路で電圧とか電流って分かっていない時抵抗の大きさの逆数を使いましたけれど、ここでは電圧分かっていますし、これ全体一つになっている部分ですね、この電流も分かっているので、この 12V、ね、この 12V と 1.25A を使って計算します。で、抵抗隠すとボルト割るアンペアって分かりますよね。ボルトは 12V ですから 12÷1.25、 これで計算します。これを計算すると 9.6 となるので、この回路全体の抵抗は 9.6オームと、このように計算できるわけです。今回はオームの法則の計算練習、この動画を、撮りました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんぜひこの図覚えて使えるようにしてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。